スーパーで買った味覚シロなんですけど、すっごいことになっています。株分けすんなよね。一体いくつ分けられるかな。買ってきてからも結構育っちゃって、上にギューンって伸びてるお塩も出ています。出ています。根っこが張っててなかなか抜けませんでした。わあ、これどうやって分けたらいいんでしょうね。すっごいことになってます。6個に株分けできました。何の子にお芋が入ってたんだよね。そうなんですよ、そこの方からご縁が出てきました。なんか縁があるんでしょうかね。で、これを今から水苔に植えるので、根っこをちょっときれいにしていきたいと思います。根っこを切っちゃったので葉っぱも切りました。ちょっと傷んだところから切っちゃったんで、大きい葉っぱも切っちゃいました。衣装ケースを使った簡易温室でしばらく様子を見ていきたいと思います。大きい葉っぱ切っちゃったんだね。ちょっと入らなかったんで切らせてもらいました。この動画が気に入ってもらえたら、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。じゃ、また見に来てね。ごきげんよう。最後までご視聴ありがとうございました。